お元気ですか、ボクシムでございます。今回は BBM2024 ベースボールカードファーストバージョン開封動画2回目最後のパート4でございます。それではね、早速、パート4の、5パック開封していきたいと思います。まずは1パック目でございます。西武の栗山匠外野手でございます。オリックスバファローズの中島聡監督でございます。東京ヤクルトのこちらは、オスナ、内野手でございます。で、千葉ロッテのゼックリストでございます。読売ジャイアンツの長野久義外野手でございます。でソフトバンクの大山亮投手でございます。横浜 DeNA の、アンドレ・ジャクソン、投手でございます。で広島カープの、床田博樹投手のクロスカードでございます。で埼玉西武ライオンズの住谷銀次郎捕手の金箔でございます。これが 100C になります。はい、久しぶりに西武ライオンズに帰ってまいりました。住谷捕手でございます。阪神タイガースの森下翔太外野手でございます。2袋目でございます。横浜 DeNA の三浦大輔監督でございます。で、これは千葉ロッテの、コルデロ、投手でございます。で、東北楽天の木地孝幸投手の、クロスカードでございます。東北楽天の鈴木大地内野手でございます。横浜 DeNA の桑原正幸外野手でございます。東京ヤクルトの西舘晃太投手でございます。中日ドラゴンズの木下拓也捕手でございます。千葉ロッテの上田久斗内野手でございます。千葉ロッテの藤岡雄大内野手のキラでございます。で、日本ハムファイターズの宮崎和樹外野手の銀箔でございます。3袋目でございます。中日ドラゴンズの中島博之内野手のこちらはシークレット版だと思います。オリックスの若月健也捕手でございます。
で広島カープの末金翔太外野手でございます。で北海道日本ハムの根本遥香投手でございます。読売ジャイアンツの坂本勇人外野手でございます。でソフトバンクの栗原陵也内野手の木田でございます。三森雅樹内野手ソフトバンクホークスでございます。千葉ロッテマリーンズの早坂音投手でございます。東北楽天のターリー投手でございます。で読売巨人軍の西舘雄飛投手でございます。4袋目でございます。オリックスの平野義久投手でございます。横浜 DeNA の石田健太投手でございます。で北海道日本ハムの五十幡亮太外野手でございます。中日ドラゴンズの中島博之内野手でございます。でこちらシークレット版だと思います。でソフトバンクの中村晃外野手でございます。東京ヤクルトの石川正則投手でございます。東京ヤクルトの伊藤優衣内野手でございます。読売ジャイアンツの阿部慎之助監督でございます。東北楽天の小田達希投手でございます。で広島カープの森下雅人投手のキラでございます。最後の5袋目でございます。読売ダイヤンツの西舘誠内野手でございます。広島カープの上本隆内野手でございます。で東京ヤクルトの村上宗隆内野手でございます。でオリックスバファローズの宮城大弥投手のクロスカードでございます。で阪神タイガースの小野寺弾外野手でございます。東京ヤクルトの鈴木京捕手でございます。で北海道日本ハムの松本剛外野手でございます。北海道日本ハムの星野日出外野手でございます。埼玉西武の、アギラー内野手でございます。で最後は阪神の津田淳也投手でございます。以上で BBM2024
ベースボールカードファーストバージョン2回目のパート4、5袋終わりたいと思います。で、明日はですね、こちらでございます。 BBM の今度はね、ベースボールカード、セカンドバージョンでございます。同じくね、5袋かける、4回に分けて、やりたいと思います。こちらもね、2回目でございます。で、最後はこちらね、西武に帰ってまいりました、住谷保守の、この金箔サインカードをね、出して終わりたいと思います。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。